皆さんこんにちは。経済の真相を、実は身近な経済を今日も深掘りしてまいります。スタジオで解説してくださるのはデモクラシータイムズの山田です。よろしくお願いします。そしてリモートで編集長、はい、エコノミスト編集部の岩崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。年末近づいてきたんですけれど、私今年全然忘年会ないんですよ。あ、そうですね。だから、確かにね、コロナが、抜け出したから、いろいろな形で、ポチポチとですね、同窓会的なものが始まってはいるんだけど、忘年会って話はあんま聞かないよね。聞かないですよね。岩崎さんあります？そうですね。取材先とはポツポツありますけど、そんなにぎっしりって感じではもちろんないし、社内も、保守的な会社なんで、もう、部内で忘年会はやってはいけないと言われてるんで、なかなかやりにくい。保守的じゃなくて、かなり斬新的な会社なんですね。普通、忘年会っていうのは、一年だからみんな、一つブレイクオンとかっていうね、そういうのがかつてはあったけども、コロナです。集まることはダメだから、ともかくね、ダメだねって言ったんだけど、もうそろそろいいのかなっていう雰囲気が出たと思うんだけど、職場がね、働き方改革で、だいぶ、職場のルールとか、その職務と、で、その、個人的な、そういうふうな、酒を飲むっていうことは、ちょっと、断絶が始まってるんじゃないかと思いますね。みんなは来ていなかったりとか、そんなこともありますかね。でもそのコロナ明けて、去年は、始まったみたいなイメージあったかなって思うんですけど、その先、なかなかこう、どうしたらいいか分かんない感じですよね。そうなんだよね。だから、懐具合もあんまり良くないからね、その、お酒を飲んで盛り上がろうっていう、そういう空気がこの頃、あんまりないじゃないですか。コロナでやめたと思ったら、あれ、前やってたあれって、サラだよね、みたいな、そういう空気がちょっとあるような気がするんですけどもね。なきゃないで別にいいかなっていうのが、定着したのかなって言ってもしますね。コロナ後の世界はどうなるのか、ちょっとまだわかんないな、ね。元には戻んないんだなっていう感じでしょうか。それでは今日も特集ご覧ください。それでは早速特集に参りましょう。岩崎さん、今回のテーマは何ですか？今回のテーマは2024年に上がる株ということで、来年の見通しを、いろいろ考えようと思っています。お願いします。はい、それでは早速岩崎さんから伺いましたが、今年もうそろそろ終わりということで、来年のことを考えてみようということで、港目さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2024年の見通しっていうのがそろそろ出てきてますけれども、株上がりそうなんですか？そうですね。今日も寄付が200円以上上がってると思うんですけども、今日というのは11月24日収録している段階です。そうですね、はい。比較的、この前も20日にバブル崩壊後の高値を更新してきたということで、非常に日本株しっかりした展開ですので、来年にかけてもですね、堅調な展開が予想されるんじゃないかと 思ってます、はい。それはどういう背景があるんでしょうか？はい、まず一つ目で言うと、やっぱり企業収益ですよね。企業収益が非常にしっかりしていて、特に日本企業、やっぱり円安の後でですね、輸出企業中心に利益が上がってきて、前回の、この前のトヨタもそうですけども、多分25年3月期で、4期連続日本企業は多分最高益を更新してくるという見通しですので、そういう意味で言うとですね、まずファンダメンタルズが非常にいいってことは一つありますよね。基礎的な条件がいい、4期連続最高益、そんなに利益出てるんですね。そうですね、意外と、しっかりとちゃんと出てますし、やっぱりコロナがあったんでですね、相当各社ともその筋肉質にするためにいろいろとコスト削減とか、リストラもなんかもして、そういう意味で言うとその、筋肉質になってるんで、多少やっぱり円安なんかで売り上げ増えるとですね、やっぱり損益分岐点が下がってる分だけ、やっぱりレバレッジが効いて利益も出てくると、そういう効果が日本企業の場合は期待できますよね。円安で気膨れだけじゃないのみたいな声って今回はないですか？はい、それだけじゃなくてですね、当然インバウンドなんかも今非常に好調になってますし、内需関係の企業もですね、特に10月かなんかは
あれですよね、中国人のお客さんが、まあ多分コロナ前の、まあ、3割ぐらいしか戻ってないにもかかわらず、全体だとそのコロナ前の水準、あのインバウンドのお客さんが増えてきてるんですよね。超えましたよね。はい。あの、うん、本当にあの韓国とか台湾のお客さんが退去して押し寄せてるんで、あの、昨日もあの嵐山のね、京都の嵐山のもやってましたけども、もう鈴なりのような状況で観光客来てて、まあ、全然あの、私も聞くとやっぱり新幹線とか全然国内の飛行機全然取れないような状況なんで、はい、まあ、それも非常に大きな追い風じゃないかと思います。まず一つは収益が上がってきていること、他には何がありますか？はい、そうですね、まあ、あの内需もですね、そういう意味でも改善していくことは期待できますし、また金利もありますよね。まあ、そろそろまあ上田さんになってからやっぱり正常化に、金融政策正常化への期待も高まってますけども、やっぱり金利が徐々に復活してきてると、まあ、そうするとやっぱりその特に日本株でやっぱり一番重しになったのは PBR の低い地銀株とか、まあ、大手銀行株ですけども、PBR、まあ、そういうところが純資産倍率って言いますけどね。純資産倍率ですね。はい。はい、まあ、こういうところは特にその金利が復活してくるとですね、まあ、あの銀行ってあの預金者からお金を借りて、それをまた、何ですか、あの借りたい、企業にお金を貸すという収益構造なんですけども、そうすると、金利が復活すると利ざやが増えてくるんで、まあ、銀行の利益も増えてくるんですよね。でお金を、私たち預金者から集めてそれを貸し出してるわけですけど、はいはい、低い金利で預金者に還元している一方、お金貸した人にはもうちょっと高い金利で貸すっていうのの、はい、高い金利で貸すにできるわけですね。そういうことですね。だって我々の預金金利ほとんどゼロ、2割ゼロですよね、はい、変わんない。でもそれも少しずつ上がっていくんですかね。まあ、それは貸し出し金利が上がっていけば預金集めなきゃいけないから少しずつ上がっていく。この頃だから預金の金利上げてるじゃないですか。ああ、そうですね、うん、まあ上げてるったってね、 0.00 いくつか 0.00 いくつになるっていうとこだから水準は低いんですけどね。だけど2倍になるとかね。まあ、そういう意味で言うと銀行セクターのその株価が戻ってくるっていうのも一つ大きなテーマかなというふうに思ってます。銀行セクターでも大体そうすると明るい材料ばっかですね。ね、うん、だけどなんか例えば消費がね、内需がいいと言うんだけど、今実質賃金が相変わらずマイナスだし、消費は手控えてますよね、うん、だからなんかよく分かんないのは、株の話になるとすごく景気が良くて経済良さそうな話なんだけども、 GDP がマイナスになるとか、実質賃金が全然上がってないとか、家計の支出が伸び悩んでると、というか、そっちの下々の話になるとですね、ガクンとギアが落ちるような形の、まあ、悲惨な光景があるんだけど、どう考えたらいいんですかね。まあ、結局私が言った好材料ってのは、その海外の投資家から見た好材料で、例えばその金利が上がるといったことでいれば、例えば銀行の利ざやが改善するって話もあるでしょうし、まあ、外国人から見ると、その生産性の低い企業、中小企業がですね、まあ、10月から始まったインバウンドと伴って、その金利が上がると、まあ、採算が取れなくなって、どんどん淘汰されていくと、そういうことが、そのマクロ的に見れば、確かにいいのかもしれませんけど、日本経済全体としてですね、ただ一方で、その生活する方としてみれば、まあ、たまったもんじゃないという話もあるんで、まあ、そこら辺が多分、その、あれですよね、その、まあ、現政権に対する支持率の低さにもつながってるんじゃないかなと私は思うんですけども。10月からというと、インボイスですね、始まったの。インボイスですね、はい。確かに支持率が低いですね。これ結構深刻で、ボディーブローのように効いてますよね、今ね。お金がないのにあんだけね、関西の万博にお金を使っていいのかって議論もありますし、屋根に270億円使ってちょっと、まあ、尋常じゃないような話も気もするんですけども、そういう意味で言うと、あとはその財源もないのに、ね、減税したりとか、そういうのもあって、まあ、なんか国民から見ると非常になんか株価とは対照的に非常に冷めた感じはしますよね。そこなんですよね。だからなんとなく実生活とか、その人々の感覚で今経済と接してると、おいどうなってんだと。例えばインボイス一つ取ってもですね、原則的にあれは大事な制度なんですよ。それも確かに分かります。だってそうしないと、その利益の付加価値の転嫁が分かんないから、うん、あれはやっぱり本来最初にやっておくべきだったって話なんだけど、でも今それやっちゃうと、
で、今まで税金払わないでいい人に、お前払わなきゃダメだよという話になるから、これかなりガクッとくる話ですよね。だから、ことうとさように、大事な制度としては大事なんだけど、それを今やると混乱になるし、そこでまた新しい不平等が生じちゃったりするのどうするのっていうと、じゃあそれやっていい政策なのかなっていうのはよく分かんなくなっちゃうわけですよね。うん、結局安倍政権の時に例えばイェール大学の浜田光一さんかなんかブレインにやってて、富裕層なんかも含めて豊かにすると全体的に経済にトリクルダウンで、まあ、なかなかその一般の人々も潤うよってお話があったと思うんですけども、ちょっと私最近聞いた話だと、その浜田さんがですね、結局トリクルダウンはなかったというふうにおっしゃってるって話を聞いたんで、だから結局今の相場、確かに株価上がるんですけども、そうするとやっぱりその株を持ってる層ばっかりが儲かっちゃって、やっぱり二極化っていうんですか、経済もその K 字型の回復っていうんですか、まあそういうことになる面もあるかもしれませんね。うん、トリクルダウン、こう、まあ、いいところにこう落ちてくれば、こう下々までこうやって雫になって落ちてくるって言われてたんですけど、落ちてなかったねっていう話ですよね。よくさ、ワイングラスをこうやって積み上げて、はいはいはい、一番上につくとジャボジャボジャボって下のにつ、ああはなかった、なんとなく上の方だけに溜まっちゃったっていうね。なんかどっか板があるんじゃないかなっていうような。そうですね。なかなか落ちてこないんですけど、でもそれとはちょっと株価は別になりそうなんですか？あと一つ私今回特集で注目したのがやっぱり阪神の優勝があってですね。あれちょうど阪神優勝って私がまだ高校生ぐらいの年ですかね。ちょうど夏に PL が学園が清原と桑田がで優勝して、はい、でその後その年 の秋にですね阪神が優勝して、そこからなんか株価がまあ、バブルが始まったって私も印象もあるんで、で、阪神が優勝した85年の翌年に日本株って、確か 42.6% 上昇してるんですよ。はい。で、あれがまさにバブルの導火線になったんで、やっぱりそういうのを期待する向きも非常に多いんじゃないかなって気がするんですよね。まあ、阪神が勝った翌年は高いっていうアノマリーにはなっておりますが、ちょっとサンプル少なすぎて、わかんないですけど。いや、ただ私一つ思ったのがちょうどあれから38年なんで、あの年にその新入社員で会社入った方って22プラス38ってちょうど60なんですよ。だからそのバブルを経験して、そのバブル崩壊を経験した人たちがほぼ引退すると、まあ、いなくなると、まあ、再雇用になるってことで、その一方で来年の1月から新NISA が始まるじゃないですか。でこういう人、若い人たちがその株式投資を本格的に始まると、でこの人たちは当然2018年のそのアベノミクス以降の株高の状況しか知らないんで、こういう人たちは株上がってる状況しか知らないんですよね。うんうん、ってことは要するに投資家がもう一気に入れ替わるというと、もう上がらない、株が上がることしか知らない若い世代が株市場に入ってくるってことは、うん、なんかその非常に象徴的なのかなと思ってまして、そういう意味で時給にはプラスなんじゃないかなって気がするんですよね。入れ替わるっていうのは確かにありますね。でもその人たち大丈夫なんですか、この33年ぶりの高値から始めて。いや、まさにそこが株価水準だけ見ると、もう当時バブルが3万8915円ですか、89年12月末で、それに対して今3万4000近くになってるんで、随分バブル水準に近いんじゃないかって話もあると思うんですけども、やっぱりそういう株価って、一株利益ですよね。まあ、株価をどうやって決めるかというと、一番簡単なのは、その、一株利益に、まあ、PBR って言うんですか、株価収益率をかけて、まあ。利益の何倍まで買いますかっていうのを値段で考えると、当時は、利益の60倍ぐらいだった。そうですね、60倍だったんですよね。すごい高かったですね。うん。それが今、多分、14.7 倍とか8倍ぐらいで、まだ15倍ぐらいなんですよ。そう考えてまだその株価のそのバリエーションということでまだ4分の1なんで、それが考えると必ずしもバブルではないと私は思うんですよね。うん、そんなに高い株価になってるわけではないということですよね。はい。で、ちゃんとしかも利益も順調に増えてますし、まあ利益がちゃんと順調に増えてくれば、当然PBR、PR もですね、倍率も、まあ、14.7 倍が、まあ、15倍、15.5 倍と上がってくる可能性もありますんで、まあ、利益が上がって、PER も上がってくれば、
当然、そんなに前回の高値3万8915円を超えることは難しいってことは、私ないと思うんですよ。利益がちゃんと上がるっていうのが王道ですよね。そうですね。ただ私たちずっとね、その株式市場とか経済見て思うのは、株価が上がってくると、あ、これ良さそうだと言って、うん、新しい投資家が入ってくるんですよ。みんなどうも株やってる人は儲かってるみたいな。でもそうやってるとどっかでもって屈折線があって、折れるとですね、結局新しく入った人たちが大体損するんですよ。だからずっと長期に持ってたり安定的に買ってる人たちっていうのはそこのとこで売らないから、次の局面があるんだけど、スーッと入ってきてドーンと行かれる人たちはもう株はコリゴリだって言って離れて2、30年やらなくてもまた上がり出すと、いや、なんとなく気になる。そこでこうおっしゃったようにね、株式の投資家の層が入れ替わってると、あんまり昔のショックを知らない人たちはすんなり入ってくんだけど、またいつものように高値でこう損するのはその人たちなんじゃないかなっていうのも心配なんですけどもね。それとやっぱり今、まあ、なんといっても金融がこれだけジャブジャブに緩和されて、日本円がもうものすごく多いから、そういうお金が株式市場に流れ込んでるっていうことも見逃せないところなんだけども、さっき言ったように金利が上がってくると、確かにそれは銀行が、ね、儲かってくるとか、新しいインフレとかっていうのが企業の活力になるんだけども、株式市場に流れるお金はどうなのかなっていう、その辺のところが非常に微妙な問題ではないでしょうかね。そうですね。まあ、金利が上がっているか、まあ、必ずしも株式だけに投げれるわけじゃないでしょうし、まあ、あとちょっと私、もうちょっとグローバルな見方で考えると、やっぱり非常に米国株とかね、のパフォーマンスがいいんで、まあ、新ニーサが始まった場合に、その日本株の投資にそのお金を向かわずに、その海外の株に向かってしまうっていうのも一つ、私もリスクかなと思ってて、そうすると結局より円安も一層進んでしまいますし、まあ、そこへのリスクって政府ってどう考えてるのかなって、ちょっと私はちょっと懸念はしてるんですけども。その辺でちょっと心配なのは、岸田さんがニューヨークに行ってね、まあ、アメリカのそういうふうな運用会社日本に来てくださいと、だから趣旨とすれば日本に来て日本株に投資してくださいと言うんだけども、やっぱり世界的なお金の偏在を見ると日本に貯蓄がたくさんあるわけですよね。それでその外国の運用会社の人たちっていうのは、外国の株とか外国の債券とか外国のそういう商品に非常に運用のスキルがお持ちの人たちだから、ここに来て本当に日本株にどんどん投資してくれるのかな、それもむしろここでザックザック余っている日本の貯蓄を吸い上げて、今言ったようにね、パフォーマンスがいいのはやっぱり外国ですよ。僕の友達でも結構アメリカ株やってんですよ。その人たちはすごく今パフォーマンスがいいんで、アメリカ株やったらもう本当退職金がこんな増えちゃったよっていうのが日常会話に出てくるわけ。そうすると、やっぱりやるのは、まあ日本の株もいいらしいけど、もっといいのは、アメリカ株だよみたいな話にならないかなっていうのはちょっと心配なんですけどもね。まあ、ここ数年は個人投資家さんでもアメリカ株にこう注目される方が多かったですけど、去年からちょっとやられて、なるほど特に大型ハイテクに集中しちゃった人たちはだいぶやられる場面もあって、はい、損しちゃった場面もあって、なので、まあ、それだけではないし、来年はむしろアメリカの経済の方が心配っておっしゃる方もいらっしゃるので、まあ、そこは、まあ、日本株だけダメっていうのもないかなと思いつつ、岸田さんはそこで海外の、運用会社を引っ張ってくるんじゃなくて、日本で育てないといけない。それはそうだね。そこ大きな間違いだと思いました。はい。まあ、今回我々簡単なアンケートも識者に市場関係者に実施してるんですけども、はい、まあ、それによると来年 の日経平均 の2024年の、まあ、予想の平均値、まあ、13人の識者にとった平均値が3万日経平均で3万6423円で、まあ、これ大体まあ、先週の17日の終値より 9% ぐらい高いんですよね。でそれに対してそのダウの方、米工業株30種の方は3万5946
ドルです。ドルで。これは、同じく、まあ、先週に比べて 3% ぐらい高いということで、やっぱり、来年はですね、米国株より日本株の上昇率の方が高いという予想をするところがあるんで、そういう意味で言うと、確かに、なんとなく米国株の方が上がっているような気するんですけども、決して日本株のパフォーマンスも悪いというふうに、市場関係者の人も思ってるわけじゃないんですよね。そこで上がる株は どれなんですかとそうですね、どんなところですかっていう話ですかね、はい、市場で注目高いのは半導体ですか。いえ、そうですね、やはり半導体が非常に注目高いですね。ようやくパソコンとかスマホ向けの CPU のですね、在庫調整も46に終わって、まあ、7月から回復してきたっていう明るい材料もありますし、一方でずっとデータセンター向けの要するに生成 AI 向けの GPU っていうんですか、それはずっと好調が続いて、こっちは品薄が続いていたんですけども、うん、それの供給のボトルネックもようやく解消されて、まあ、今後どんどん増えていくということで、まあ、半導体関係は非常に今強気な見方がまた増えてますね。はい、やっぱりテーマは半導体ですか、はい、うん、ここがねもうよく分かんないところなんですよね、うん、半導体にもいろいろあって、うん、いいところ、はい、悪いところあるんじゃないかとか、はい、だからちょっと今まで悪かったっていうのは特にまあ、去年ぐらい例えば販売した iPhone ってあんまり売れ行き良くなかったんですけども、うん、まあ、今年あとは来年出てくるのが本当に今足元で iPhone の高級機、まあ、iPhone のプロというやつ、うん、iPhone15 のプロというやつには最先端のですね、3ナノメートル の最先端の、回路線幅のものが載ってて、相当やっぱ性能が上がっているらしいんですよね。で、やっぱりこれがあると結構買い替えがあって、当然電池の寿命も伸びますし、バッテリーの保持時間も伸びますし、まあ、早くなったりとかするんで、結構iPhone15 は好調じゃないかと。で、来年はなるとですね、もうそれが全ての安いやつも最先端の半導体が乗ってくるということで、はい、そこら辺プロすごく高いですからね。高いですね。はい、相当そこら辺は期待してる向き多いですね。はい、しかも円安だから余計高いっていうのがありますよね。そうそう、海外商品はね。もう1台20万円ですもんね。昔のパソコン並みの値段ですよね、スマホがね。ちょっと信じられないですけど。はい、あと車載の半導体とかいろんなところに半導体乗ってくるっていうのもありますよね。はい、この前のね、東京のモビリティショーでも結構やっぱりメインテーマは各社ともね、うん、自動運転とか EV だったんで、でちょうどね一昨日ぐらいですか、私日本交通の川鍋さんって会長さん、若い会長さんいらっしゃるじゃないですか、うん、で方のまあ、これライドシェアの研究、ライドシェア研究会って、まあ、ライドシェアに反対する会であるんですけども、そこの中で彼がイミジクも言ってたのが、やっぱりついこの夏前にですね、アリゾナかなんかに行って自動運転のタクシー乗ってきたらしいんですよ、うん、日本交通の会長さんが。で、彼が言うには、ね、はい、もう自動運転ってまだまだ5年10年先かなと思ったら、実はそうじゃなかったと、うん、もうほぼね、アリゾナみたいな道がだだっ広いところでは、もう普通に自動運転のタクシーって使えるらしいんですよね。で、ちょっと制限があるっていうのは、そのタクシーの車椅子とか、そういう細かいところになかなか入っていけない問題があるんだけど、それ以外は、なんかほぼ問題がなくて、でそれは現地のあれ、技師さんに聞いてみたらですね、でもこれアメリカは道が広いから使えるんでしょって言ったら、いやいやと、逆に日本の方なんかがやっぱり非常に運転が荒くないと、非常に丁寧に運転してるから、逆に日本なんかでの方が普及しやすいんですよなんて言われて、なるほどなんて言ってたって話を彼がしてたんで、そうするとやっぱり今後どんどんやっぱり半導体とか車載カメラの需要も増えてくる可能性が僕あると思いましたね。まあ、一部ではね、アメリカでも事故が多発したの で、ね、免許規制するみたいなところもありましたけども、うん、はい、まあ、これからそうやっていろいろ社会が変革していくっていうことはチャンスになる企業もあって、そういうところの株は上がるかなっていう話もありますよね。だから自動運転とか AI とか、ね、うんうん、それこそチャット GPT みたいな、はい、そういうようなやつとかっていうところは、まあ、一つのホットな話題がたくさんありますよね。うん、もう私たちの生活自体が変わりますよね、うんうん、だからやっぱり株ってそういう、ね、将来の明るい目を見ていくと、見ていくを反映するものなんで、うん、まあ、そういうのを期待している人にとっては結構来年明るい1年になるんじゃないかなと思いますけども、
本当ですね。ただその実質賃金がずっと十何ヶ月もマイナスとか、まあ、なかなか大変な問題もある中での来年ですよね、うん、そうですね。本当に阪神の輸送じゃないでしょうけども、本当に三十何年ぶりにやっぱりその人も入れ、まあ、働く人も完全に人入れ替わってきて、まあ、意識も変わってきてると思うんで、うん、また本当になんか日本経済がかつての日本経済の姿、まあ、正常化に戻ってきてんじゃないかなって気もしますし、この前また私ひふみの藤野さんともお話ししたんですよね、レオスの、はい、あの方に聞いたらやっぱり経営者がやっぱり世代交代してるのがすごく投資テーマとしても大きいっていう話をしていて、例えば住友商事の社長さんなんかも全然やっぱり昔の方とは全然意識が違いますよっていうことがあるんで、どういうふうに違うんですか、昔の人と新しい人は。まあやっぱりその あれですね、まあ一つ言うとその昔の日本の経営者っていうとどっちかというとそのまあ株主っていうよりは従業員大事とか、まあ、まあそういうのも大事なんでしょうけども、やっぱり結構株主を意識した経営を、うん、まあまあ投資家が見るとフェーバーなんでしょうけども、やっぱりそういう経営になってきたという話は彼はしてましたけどね。あと藤野さんがよくおっしゃるのが、昔小型株にしか投資しなかったっていうのは、大企業のそのすごい長い歴史を持ってるようなところのこう社長さんって、勲章をもらうことぐらいしか考えてなかった。ちょっと極端に言うとですけど ね、それが最近の方々はもうその新しい技術とか新しい世の中の流れとかに関心を持つようになっていて、そこはとてもいいところじゃないか、特に大企業でそういう変革が見えてきたっていうお話をされてましたね、うん、そう、昔はね我々現役の頃大企業の社長交代なんてのは、うん、私は前任者から受け取った助けを全力をかけて次の人に渡すんだみたいな、順位さえ変えなきゃいい、ちょっと上がればね、うん、それでも大変、そういうなんか、あ、また駅伝のなんかランナーの話だぞみたいな、助けを託すみたいなね、そこはだいぶ変わってたでしょうね、うん、そうですね、変わらざるを得ない、やっぱりインフレになってくるとそういうところも変わるんじゃないかなと思いますね。そんなところにはちょっと期待したいなと思いつつ、2024年に上がる株、まあ、こちらもぜひ参考になさっていただければなと思いますが、岩崎さんどうでしょうか、来年。あ、来年ですね、僕エコノミストに来た二十何年前によく言われたのは、うん、株は半年前の景気の先行指標だっていうことで、はい、まあ、その通りなら半年後はもっと景気が良くなってるんで、それならいいなと思うんですけども、やっぱり賃上げとかね、まあ、アメリカの、自動車の人たちはもう3割とか4割上がるっていうけど、まあ、そんな風なことが起きない限りはちょっとどうかなという気もしています。はい、本当に賃金上がってくるような。そうですよね。だけどもう、来年のね、賃上げの話がもうボツボツ出てきて、それで今年を上回るだろうっていう予測が出てるんだけど、うん、それでも物価を下回るだろうみたいな話が多いですからね、うん、それとも実質マイナスですよね。そうなんですよね、だからここが一番のポイントかも分かりませんね。そうですね、本日の特集もぜひぜひエコノミストとともにお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。